先行アジア大学は現在4位、4位、5勝5敗、勝率5割です。対する國學院大学は現在1位。このカードを2連勝するとその時点で優勝、この一部リーグの優勝が決まります。そんな一戦楽しみにご覧ください。2アウトランナー3塁でチャンスで4番の 松浦を迎えています。打ちました。一、二塁間きれいに破っていきました。この間に田中幹也がホームイン。先制点は亜細亜大学、松浦のタイムリーヒットで先制、1点先制です。ツーアウトランナー満塁で迎えるのはバッターの藤江。マウンド上田中、第1球投げた、打ちました。これはいい当たり、一、二塁間抜けていく、ライト三塁、二塁ランナーも三塁回った、バックホーム返ってくるか、それはセーフ。一塁ランナー飛び出してる、これもセーフだ。ツーアウト満塁から藤江がライトへの2点タイムリーヒットを放ちました。1点リードが3点リードに変わります。亜細亜大学5回表2点を取りました。亜細亜大学なおもツーアウトランナー1塁3塁で松浦です。